Hey, 東京。ここは東京都庁が近いあるところです。東京都庁に高い있는곳입니다。何か聞こえますか？ここでパンとポイを売ってますね。何が書いてるんですけど、何が書いてるんだろうか。読んでみてください。읽어보세요。とにかくいいことだと思いますね。で、ちょっと直接聞いてみますね。今何をやってるんですか？今は、この冷たい缶コーヒーと、あとこのパンを全部100円で売ってます。100円ですか、全部？はい、全部100円でわお、安い。す。安いですね。はい。これ、わかりますか？何ですか？僕はよく読めないけど、もう、なんだっけ、日本の方はよく読めますよね。これは、パンを買うことによって、はい。寄付されるので、社会わ貢献ができるっていうような仕お。組みになってます。で、今日から始めたので、おお、本当すにごちょっとドキドキで 一人でやってたんですけど、い。はい。本当はもうちょっと仲間いるんですけど、今はい。日は私だけでやってます。今日初めてですか？今日初めてです。わあ、今重くないですか？重いです、めっちゃ。で、すそごいしたら重いでそこにす。で置いたまも置くとあんまり見えないなと思って、ちょま。っと首が痛いですね。ああ、そしたらこれから毎日やるんですか？毎日やります。夏休み中は明日もやります。場所はいつでもここですか？ここだけじゃなくて、はい。ちょっと変えながらやるんですけど、新宿はここかなって思います。で、売り切れたらどうするんですか？で、売り切れたらもっと他に家にあるんですけど、ちょっと今日はこれだけしか持ってきてないので、売り切れたらもう帰ります。今学生ですか？学生です。3年生です。3年生。そうなんだ。で、なんだっけ。それを買うと、何かいい、なんだっけ、お互いに役に立つんですか？そうですね。これも3し年買っだていよ。ただけると、その売り上げの一部がこのフードバンク山梨っていうところに寄付されるんですけど、この団体っていうのは、その例えば工場とか学校かとか会社から、食べなくなった例えばインスタント食とか、まだ食べれるけど、もう使われないもの、食べ物だとかっていうのを全部この団体に一回預かって、それで恵まれない子どもたちとかに無償で配ってる団体なんですけど、そこは本当にお金がなくて、結構続いているのが難しい状況なので、私たちがこういうふうに大学生として売って、そのお金を寄付できたらいいなって思って、今活動してます。すごいですね、偉いですね。僕も今日これもちろんパンとコーヒー買ったんですけど、ありがことうのございま話す。聞いて本当に偉いなと思って、応援しますあよ。りがとうございます。嬉しい。で、なんだっけ、韓国語で簡単に言うと、これが寄付를 하는 거예요. 다른 사람에게 저 빵하고 커피를 팔면 도움이 된대요. 그래서 정말 좋은 일 하시는구나 생각해서 제가 이렇게 동영상까지 찍게 됐습니다. 어쨌든 응원 부탁드리고요. 오엔 오네가이시마스. 자, 요 이치니치요. 바이바이.